皆さんこんにちは、るーちゃんです。くんたんです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。今天这一支影片呢，要带大家跟我和文章一起去看日本的中古车。ルーちゃんがね、妊娠してることでね、やっぱり車必要だなと思いまして。ね、なんかこれからお腹大きくなって、いろいろ不便になるかなと思って、やっぱり車が大事だなと思って。其实我跟文章之前就想说，我应该要等到就真的怀孕的时候再决定要买车，结果没想到这个时间来了，就很开心，想说一定要去看一下车子。あ、そうだね。やっぱ前はあまりね、車を持ってるイメージがつかなかったけど。そう、電車で便利だもんね、東京は。そう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 。やっぱ東京いると、まあ、電車で全部事足りちゃうんでね、うん、と思ってたんですけど、やっぱね、これから妊婦さんそのね、移動も大変になるということでね、車があった方がいいんじゃないかなと思います。そうだね、空港行く時とかね、通勤ラッシュの電車でやばいんですよ特にスーツケース持っただけでみんなに見られるから。まあね、そういう時にもし車があったら便利だなとか、いろいろ含めてそうそうだなと思ってて。うん、まあ、とりあえずね、なんか新車か中古車かちょっと悩んでるところもまだあって、まあ、とりあえず今は中古車をバーッともう一回見に行って、その中でもやっぱ新車がいいなと思ったら新車買いに行こうかなって感じですね、うん。まあ、私的にはこれから出費がすごく大きいので、安い方で済ましたいなっていうのがちょっとある。まあまあまあ、車はね、自己満足の世界なんで私的には車はもう家庭的、かっこよくなくていいの。もうみんなが気持ちよく乗れればいい。だからやっぱり俺は乗り心地と安全性とかっこよさがあればいいかなと思ってます虽然在日本养车蛮贵的，但是我真的很期待有车子，因为我们两个之前住在熊本的时候，文章公司有帮他租车，我真的觉得有车那段时间太幸福了，所以就一直很想要再有车。那现在呢，就是那个 timing 了。ねえ、あの時はもう本当いつでもどこでも車乗っていろんなとこ行ってたし、いろんなね新しい道を行くたびに、あ、こんな店あるんだみたいなね。そう、そしてちょっと寄っとこうみたいなご飯食べに行ったりとか、幸せだったの。あれがまた楽しかったんで、まあ東京でもね、それが味わえると思えばすごい楽しみだね。ね、マチ。我们两个叫肚子里的宝宝小名叫マチ。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 じゃあ行こうか。Let's go。我们现在来到咖喱吧，之前也是来咖喱吧这里看中古车。富江那个开代可能蛮大的。哎，見たいのはレクサスとかクラウンとかそこら辺かな。トヨタ車は結構気になるね。ガリバーみたいななんかいろんな種類があるとこ見てビビッときたもの買えばいいんじゃない。行か。Let's go。ああ、今日は暑いですね。天气好好好热。好热。好热。既然可以选饮料，文当选了乌龙茶，我选了小朋友的苹果汁。我的苹果汁。啊，すみません。どんな車があるかなっていうのと、まあ実際見てんのと多分写真とちょっと違うからさ。そうだね。やっぱ実物見て決めたいよね。给大家看文当现在脖子上面的这个，是文当昨天买的脖子电风扇。涼しい。これいいっすよ。我们文章现在写申请表，然后这里有个问题是说，为什么想要买卖车子？文章就勾了，因为我们的家人要增加了。家人が増えるね。よろしくお願いします。お乗り換えとかじゃなくて新規で。そうですね。初めて買うんですよ、車自体は。で、まあ新車にするかまず中古車にするか、まず最初ちょっと悩んで。究極の選択ですけど、車によってはやっぱ圧倒的に中古車の方が得な場合もあるし、ね、新車の方になってくると納期が1年以上かかるのとかもやっぱあるみたいで、はい、中古車だとどのくらいでの納期なんですか。まあ車種によってもよるんですけど、車とかにもよるんですけど、はい、大体おおむね4週間ぐらいでこの車ができてます。夏のお盆商戦の中にも間に合うような形で。現在店員说带我们去试坐一下。締めのところで行くとセダンだとちょうど今ねレクサスにすごいいいのがあるんです。これレクサス の, あのセダンの中でも一番台数が売れてる IST モデルで、はい、もしよかったらエンジンかけてください。ボタン式だ、かわいい。おしゃれ。本当だ、見た見た見たよ。シートも電動。おお、高さも。这个椅子居然是可以移動で。お好みのポジションに合わせてもらうことができて。便利。ここがあのパソコンのタッチパッドのような意味で見えない。ああ、なるほど。寒い冬なんかはですね、あのシートヒート機能がついてますので。ああ、暖かくなるんですね。でそういった時にこう腰、足腰を温めるように。
かね、このミラーキャストっていうのを使ってもらうと、スマートフォンのミラーリングで、まあ、例えば YouTube とか映したりとか。ああ、いいですね。はい、ここのがそのままこっちに映るってことですよね。そうです、携帯のが。こういう内装のカラーリングっていうのもやっぱこう輸入車なんかだと割とあるんですけど、はいはいはい、国産車だともう一色のこうシンプルな感じの多いんですけど、真っ黒な感じですよね。各位，我现在太热，我就先进到店里休息一下。哎，我不知道大家会这样哎，我现在是差不多怀孕六七周，就会还蛮想吐的。就是刚才也是在外面一闻到便当的味道，然后我就想吐了。然后会变得容易累，想休息，所以现在文章自己一个人在外面看，我就先进来休息一下。我觉得他刚才已经被试搭第一台吸引了，但是他现在好像在看其他台。其实像现在怀孕，我还是没有什么真实感，所以我觉得可能是因为还没看到一个人形，或者是还没有听到心跳声吧。虽然很开心，可是还是没有那种一个宝宝的感觉，但是身体的感觉就是很真实的，很容易累啊，很想睡觉啊，然后会想吐。而且我发现我有改变，就是我不想听负面的事情。我还记得之前鱼丸怀孕的时候，我就跟他讲一些我看到的新闻，然后鱼丸就说你不要跟我讲，我不想听。然后我想说哈，怎么会不想听？我现在懂了，因为我现在不想听负面的东西，我现在只想听快乐开心的事情。而且因为日本的计程车太贵了，所以平常我是不太会搭计程车，可是因为现在真的很不舒服，然后又是怀孕初期嘛，我就很怕会影响到小孩，所以现在如果我知道要走比较长的路，然后都在太阳下面的话，我就会坐一下计程车。如果在不能坐电车的情况啊，就也觉得是怀孕这十个月的小特权的感觉。现在就希望可以好好的享受这一段人生，不知道有没有第二次的怀孕时间，希望会有第二次啊，因为我想生两个，现在就是第一个老大，好期待宝贝出生。好，我要去看一下文章了。我们文章感觉逛得还蛮开心的。これ、なんかモデルチェンジ前ですよね。トヨタマークになりましたよね。そうです、そうです。ちょっとこれも一世代前なので、はい、まあ入門編でもし買うんだったら十分。ああ、なるほど。今どれ一番気になるの、ふーちゃん？どれだろうな。これ最初いいと思ったけど、やっぱちょっと大きかった。あ、そうなの。RX は。わ、文章整个已经看嗨了。これはね、実はちょっと今あの車検でお預かりしてる車で。あ、また違うんですね。そう、ちょっと車じゃないですね。商品ではないんですけど、はい、まあさっきも言ったように大体300万円で前半ぐらいのプライス。はいはい、あ、全然全然。さっきのセダンの IS もすごい良かったんだけど、やっぱなんか広い SUV の方が車高が高いから、なんかすごい広く感じて。後ろの席も多分広く感じてるよね。めっちゃ広い。ねえ、やっぱそれがいいかなと思うよね。車を購入するにあたって、車保証明っていう警察にですね、ちゃんと駐車場がありますよという認可を受けなければいけないんですけども、その警察への届け出というのは当社の方で受けたまわります。はいはいはい、その時に必要になる提出書類をちょっとご用意いただきたいんですが、はい、保管場所使用承諾証明書といって、これは記載例なんですけれども、はい、まあ、今回借りる駐車場のオーナーさんとか管理会社さんに書類をですね、発行してもらう形になります。我们现在已经回家了，回家啦。那我们今天呢？我们已经买好车子了。買いました。我買いました。正直にね、もうちょっとかかるかなと思ったんだけど、意外にポッて決めました。なんかね、担当者さんがすごい良くてね、なんかね、すごいおすすめの車を教えてくれてね。見たら本当にね、よくて。对，那我们这一次呢有试坐几种车款，有坐 sedan 的，也有坐 SUV 的。那后来就是考量说以后有小孩子的关系嘛，那可能需要再宽广一点的，所以我们就没有选 sedan， 这一次选的是 SUV 的车型。sedan 見るとやっぱかっこよかったんですけど。めちゃくちゃかっこよかった。車内が少しね、SUV の方が広くて、やっぱね、今後のことを考えて SUV の方がいいのかなと思って SUV にしました。そう、あの2人だけだったらいいんですけどね、これから子供のことも考えないといけなくて。
那这一款呢，就是我们这一次买的车型是 Lexus 的 NX， 因为文当其实一直很想要 Lexus， 那也蛮开心这一次刚好 Lexus 的这个车型呢在我们的预算之内，就那个担当真的很好，因为其实我们有超过差不多日币快10万，他都把我们压价钱压到符合我们的预算。いやめちゃめちゃいい人でした。しかも白だね。白まだ黒の話したもんね二人で。やっぱりね黒も良かったんですけど。夏とかね、やっぱり光を、そうそうそう、光を吸収して暑くなるっていうのも聞いたんで、まあ無難な白かなと思いまして白を選びました。実際に車が届くのが1ヶ月ぐらいかかるらしくて、そこからまた皆様に詳しく車の中を紹介したいと思います。うん、ようやく車買ったのよ、ぶーちゃん。しかも今回の車サンルーフがついてるんだよ。憧れじゃん。そう、あれちょっと憧れてたんですよね。对，原来的车主有加那个，然后男主超级兴奋，就是哇，超想要那个的，他就觉得很幸运。まあまあ子供とかがね、パパ空見たいって言ったらね、あいいよいいよって。あ、言うかも。夜空をね、見せたりとかもできるんで。夜空いいね。そうそうそう。其实真的没有想到这一次看了就会直接买，因为我本来以为就是还要再折腾一下。我本来想说文章有这么多口袋挖底，可能还要一段时间。没想到就这一次真的很幸运的是遇到个还不错的担当，然后也遇到还不错的车型就买了，真的是还蛮幸运的。那我们人生就这样子一步一步的往前走，从买房，然后有小孩，然后买车，我觉得人生好不可思议哦。次はペットかな。ペットはあとちょっと違うか分かんないかな。でもね、ペット欲しいな、やっぱり。ね、欲しいね。好、那谢谢大家看我们今天这一支影片，很期待之后车子会送来，到时候一定会拍影片跟大家分享。那我们的频道呢，主要都是分享我们在日本的生活，有兴趣的大家呢都可以订阅我们的频道。那也欢迎大家留言给我们，那我们下次影片见，大家再见，拜拜。拜拜。拜拜。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても、お祭り。